あそこに見えるのが開門岳だよ。きつそうやね、結構急ね。急やね、うん、富士山みたいな形してるね。薩摩富士です、ね、お今回はあの山に頑張ってね、登っていこうと思います。はい、どうも GF チャンネルのイッチーです。ゆうゆうです。サンです。ひとみです。ひとみちゃん、ここは何県ですか？ここは鹿児島県です。すんちゃん、何市ですか？指宿市です。ゆうゆう、今回はなんていう山に登るんですか？開門岳に登ります。あの綺麗な形の山だよ。ご覧の通りものすごく天気がいいと思いますので、よかったら最後までゆっくりご覧ください。どうぞ。いつも通りヤマップを使って活動を記録していきたいと思います。活動を開始。ふれあい公園駐車場っていうところからね、開門岳に登っていきたいと思います。かなりのね、台数止めることができる無料の駐車場になります。トイレもあるのでね、ここでトイレ済ませていくといいと思いますよ。スタートをしてしばらくは公園の中をね、歩いていくっていう感じです。いつものゆうゆうだね。前回どこだっけ？つばくろ。あ、そうだ、つばくろ行きましたね。今年は月1ペースで山にね、一緒に登ってますね。開門岳は来たことありますか？2回目です。前回 前回はガスガスなるほど、じゃあ今回はこの青空なんでリベンジですね。リベンジです。じゃあ頑張っていきましょうね。すんちゃんとひとみちゃんだね。この3人でね、大久江山に登ったんだよね。あれなかなかの山でしたね。楽しかった。楽しかった。めちゃくちゃ怖かったけどまあそれに比べるとね、今回の開門岳はきっと簡単な山だと思いますんで、うん、来たことあります？初めてです。初めてです。私もね、初めてなので3人ともね、今日は初めてです。ゆうゆうだけが唯一の経験者ですね。じゃあ今日は楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。本日のコースは距離にして 7.5 キロ、上りが 853m のピストンになります。標準のコースタイムで約5時間といったところですね。途中で小屋とかトイレがないんでね、しっかりスタートの時点でトイレ済ませておきましょうね。いきなり森の中を歩くって感じだね。こんな感じの道を進んでいきますよ。周りの木々の植生が北アルプスとかとね、やっぱり全然違うというか、南国のシダとかそういったものがね、多いですね。ここはね、登山道 2.5 合目って書いてるね。足元、うん、サラサラしてるって感じだね。土じゃないね。歩きにくいね踏み固められないというかね、そうそうそう、足がちょっと滑っちゃうんで。そう、滑るね。相変わらずめちゃくちゃ狭いところ歩いてる。ここは3合目です。あと 2.9 キロもあるよ。今日の最高気温27度、11月とは思えない暑さでございます。暑い。ここは火山とかじゃないの？いや、わからんねえ、なんか形的には火山のような形はしてるけど、どうなんだろう。富士山みたいな綺麗な形してるね。ゆっくりゆっくり歩き始めて1時間ほどで4合目に到着しましたよ。ソフト種なし梅干しです。いただきます。うん、酸っぱね、美味しいね。美味しいです。ありがとうございます。いいね、苦味が。みんなもね、しっかりカロリー補給と塩分補給していこうね。南国って感じだね。はい、5合目にやってきましたよ。お、めちゃくちゃ景色いいじゃん。ここに来て初めて眺望がいいですね。抜けてますよ。5合目を過ぎても相変わらず道はこんな感じで、ずっとずっと似たようなね、トレイルを歩いてますね。特に眺望もないし、今どちらに向いてね、歩いてるのかっていうのも分かりにくいですね。ぐるーっと螺旋状に歩いております。6合目。どういう周りの景色？めっちゃ緑。変わらんな、緑ワンちゃん大変。犬がね、ちょっと苦手だからね、怖かった。相変わらず変わらない景色の中、はい、7合目ですよ。7合目を過ぎるとだいぶ木々も低くなってくるね。海が見えるよ。少しずつ足元の感じがゆわゆわしてきましたよ。もうそろそろ仙人洞っていうところじゃない？あ、ここだ、ここだ。ありましたよ。ゆうゆう、ここの穴やばいよ。うお、めちゃくちゃ深い。奥が見えない。奥見えないね。うん、落ちないようにね、うん、溶岩がせり上がってできたもので修行の場として使われた。なるほど、みんなここに入ってたんだね。仙人道から先、割とねこういう岩登りガツガツしていきますよ。よいしょ。登り始めて2時間ほどで8合目だね。
あと 0.8 キロで山頂だね。相変わらずどんどん登るって感じだね。一切下りが出てこないのがこの山の特徴だね。9合目に到着しました。あと 400m で山頂だよ。最高。めっちゃ景色いいよ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。すごい海岸線広。脚立が出てきましたよ。最後の方すごいね、岩岩ゾーンがちょっと滑りそうだね、うん、綺麗な階段があります。あと 52m で山頂だね。ほんの少しだよ。山頂にはね、御嶽神社っていう神社があるのでね、お参りしてこの先ね、山頂に行きたいと思います。登り始めて2時間40分ほどで開門岳の山頂にやってきました。イエーイ。標高は924m です。お疲れ様でした。山頂で美味しい美味しいランチですよ。皆さんどこで買ったの？ファミマさんのランチでございます。美味しい。コンビニだろうがどこだろうが山で食べると美味しいね、うん、美味しいです。美味しい。鹿児島の銘菓といえばカルカンだね。食べたいと思います。めっちゃ喉乾くお茶をください。何も入ってないんだっけ？中にあんことか入ってないんだっけ？何も入ってないな。入ってないよ。入ってないな。まあ、それがカルカンか。ちょっとカルカンはね、ごめんなさい、私たち大分の人間なんで分かってないんだよね。あんこ入ってるかと思ってた。あんこ欲しい。美味しいですか？美味しいです。開門岳のこの景色どうですか？360度大パノラマです。海が見える山はいいですね、はい、うん、いいですね。どう、ゆいゆい、前回来た時ガスガスだったけどこんな景色だったんだとまるで初めて来たかのような。いや最高だわ。最高です。すんちゃんどうだい、開門岳は？最高でした。天気も良くて海岸線も綺麗で。そうだね、うん、海岸がめちゃくちゃ遠くまで見えてね、うんうん、今回もバッチリ晴れ男パワー発揮したところで頑張ってね、下っていこうね。はいはい、それでは本日は九州鹿児島県にある日本百名山の開門岳にやってきました。この山はね、2時間半から3時間かければ初心者でもね、登ってくることができるおすすめの山となってます。ぜひぜひ皆さん遊びに来てみてください。山頂はね、こんな感じで360度ぐるりとね、眺望が開けております。めちゃくちゃいい景色だよ。今回の動画面白かったなと思っていただけたら、グッドボタンだったりチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまたどこかのお山で会いましょう。じゃあまたね、バイバーイ。皆さん最高ですか？ウフー。